はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、前回の続きからやっていきたいと思います。で、パーティー編成ですね、ちょっと変えまして、ユリアンは外しました。で、エレンを入れて、でユリアンが装備していた剣をゾウさんにね、持たせてあります。白銀の剣で、一応ゾウさんの武器レベルなんですけれども、まあ、最初はね斧使わせてたんで、現在は斧コンボレベル9になってますけれども、初期状態でね、剣のレベルが10で、体術のレベルが19あったんで、まあ、レベル的にはね体術が強いんですけれども、よくよく思ったらゾウさんって素早さめっちゃ低いじゃないですか。素早さ7しかないんで、なんかね体術生かしきれんのかなっていう、ちょっと今疑問もあります。まあ、なのでゾウさんは今後はちょっと剣を運用していきます。で、エレンは斧で、エレンは斧なんですけれども、あくまでも雪だるまが来るまでのつなぎなので、雪だるまが来たらエレンを外します。で、雪だるまが斧を装備するかって言われたらちょっと分かんないです。で、現在位置、まあヴァンガード H プラス20、L マイナス40、バックガードの位置にいますので、ここから今回は海底級近海に行ってフォルネウスを倒しに行きます。で、4魔貴族につきましては、その名の通り4人いるんですけれども、まあ、なんでフォルネウスから選んだかというと、魚鱗がいっぱい揃ってるから、ただそれだけ。では海底級行きましょう。まあ、耐性のある装備がかなり揃ってるんで、まあ、倒しやすいかなと思ったんで、フォルネウスを最初に倒しに来ます。ちょっと魚鱗系がないとね、メールストロームがかなりきついんで、でこれはどん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 深く潜っていきます。別に深く潜ったからといってヴァンガードがぶっ壊れるとか、水圧に耐えられないとか、そういうことは全くないんで、とにかく深く潜っていけば大丈夫です。恐れずに潜っていこう。よし、乗り込むぞ。海底級、ま、戦闘はそれなりにやっていきましょう。やっぱりパラメータ上げていかないといけないんで、あ、そう、エレンね、スパイクシールド装備してますけれども、盾持ってくるの忘れたんで、あったスパイクシールドを装備してるだけです。で、斧はフランシスカ開発しました。で、他の人たちは攻撃でいいでしょう。てか、ゾウさん技覚えさせてねえわ。この戦闘が終わったらちょっと技継承させましょう。技一応全員見てこう。空きがあるかね、見ないといけないんで、まあ大丈夫だな。てかエレンちょっと厳しいか、どうしようかな。大くらいね、遠待てとかいらないんじゃないか。一応2つ開けておこう。で、ゾウさんに関しては炎は使わないんで、大くらいもいいや。で、ネットもいいや。で、剣技、まあそれなりの技は十文字切りでいいか。で疾風剣で、全体攻撃に残像剣で、分身剣はまだ武器レベルが低いんで、まあ、この場合は疾風剣の方が強いんで、最大火力を出すときは疾風剣でいこう。で、さすがに1体の時にね大車輪使うのはもったいないんで、いいね、ハサミ強い、前から言ってるけど。げっ、乱された。もうなんか雑魚敵からこうひらめけるかっていうとちょっと無理そうなので、本当に雑魚敵はパラメーター上げですね。多分大車輪で一掃する。まあ、無理に戦うわけでもなく、それなりでいきましょう。硬そうだな、このカニは。硬い、柔らかい。あれか、打撃に弱いのか。そうだから、あのロアリングナイトもそうだよね、斬撃に強くて2000オナム、打撃に弱いんだよね。入ってきた、隕石のかけら、やった。で、オーラムはね、あの使い切ってきました。で、何買ったのかというと、力の公約、これ20個、
もともと持ってたの合わせて今21個ですけど、技はどんどん使っていっちゃっていいと思うんだよね。カニ2人か。斧ってさ、斬撃なの打撃なの、それともなんか両属性みたいな。あー、打撃ほどではないな。でも骨系とか結構通るもんね。いや、ダメだ、弱すぎる。てかゾウさんレベルが弱いんだよね、武器レベルが。多分剣体験レベル上がった。盾使えるんだったら体験を使っていっても全然いいんですけど、一応ね妖刀流行を装備させて、妖刀流行しちゃ全然強くないんだけど、固有技があるんで。いるかって言われたらちょっとなんか持ってたから装備させたっていうだけですけど。では海底球、これ左右どっか入れるとことかないよね。で海底宮殿は一回クリアしちゃうともう来れないんで、回収できるものは回収しておきたい。よく考えたらさ、そういえばだけど魔王殿ってめっちゃ強い敵だよね。ドラゴンと巨人、あいつらを倒せる実力は欲しいよな。そうするとアラケスは少し後回しにするか。だいたい自分はフォルネウスが最初になりますね。フォルネウスへ、なんかいたな、一人炙ってるやつ。おう、まあ、フォルネウス自体はなんか分裂した。本当にフォルネウス、え、フォルネウスの将軍みたいな名前だ。普通のフォルネウス兵じゃない。なんで一人暴れてんだろうね。じゃあ将軍が、いや将軍クラスがこんないっぱいいるのっていう。弱えし。スパークリングミストもほとんど効果ないと思うんだけど、ドラクエのマヌーサとかだったらさ、食らうとゲッってなるけど、これは全く何とも思わない。一応スマッシュ覚えたな。そうか、あれか、技の欄が圧迫されるんだ、2つ装備してると。一応せっかく覚えたから極意は取得していく方向にしよう。ゾウさん攻撃を失礼かな、絶対一番最後だからね。スペキュレーションの前線に持ってくる意味はないからね。後ろに下げた、いいね。剣レベルが上がってってくれれば、フォルネウス戦でちょっとある程度火力を出してもらわないと困るからね。まあ、剣体験は共通なんで、まあ、どっちを使ってもレベルが上がるっていうのはまあいいかな。ただもう大体出番が回ってくる前に終わる。けっ、強えこいつ。出番回ってくるかもしれない、回ってこねえわ。ボストンのハサミが強すぎる。異常だよなこいつのハサミ。なるほど、このなんだっけ、ロマサガ2にいたあの海のスービエか、スービエみたいなやつ、スービエの出来損ないがちょっと強い。さすがにスービエ出来損ないだけあって1000円か。ダンジョン入る前にちょっと金は使っていこう。装備的に欲しいのは特にないんで、もう本当に回復薬だよね。技の回復薬を持ってけば戦闘中ほとんど技使っていけるんで。ピドナジュエルとかもねあるけど、あれって技と術が両方回復したような気がするから、まあそれだったら技だけ回復するやつでいいでしょっていう。大車輪とかね先手で発動するから。術使ってる人もいないし、だから回復がちょっと困るっていう。さすがにミカエルだけだと回復量がしょぼすぎるからな。
回復の術を覚えさせるとすれば、まあ最初から玄武術を覚えてるボストンなんだよね。ただボストン魔力高えか、21もある。なんか知んねえけど一番魔力高えじゃん。そうなの。じゃあちょっとボストンどうせ覚えてるんだったら回復薬として生命の水も運用させていこうかな。右か左、なんかどっちでもよかった気がするんだけど、結局なんか真ん中で通じるみたいな。ここが終わったらボストンちょっと玄武術も使っていこう。いいね。あれ、なんか通じてなさそう。一体の時は全員攻撃。攻撃で一番火力が高いのは倍違うからね。本当に頭おかしいでしょ。どうやっていこうこれ。左から見てみるか。そうすると右のあれも気になるね。だいぶ進んじゃってる感があるけど、どこにいる俺は今。ちょっと今走ってたからね、陣形が乱されてしまった。カエルもなんか1段階強いの出てるし、こいつも1段階強いのになってる。そこそこ食らう。大車輪では倒せないか。てかスマッシュ使ってたらさ、よくよく思ったら開くめかなくねって。妖刀流行マジ攻撃力は弱いからね。ちょっと右側もやっぱり見たいな。妖刀流行はタイマ神剣をちょっと覚えるのを最優先に素振りしていこう。素振りしないからな。素振りしてないくせに剣体験のレベルが上がっていく、まあ、それはそれでいいんだけどね。あとはボストンだな。体術の全体攻撃は錬気章だよね。錬気章覚えてくれれば大車輪錬気章で全ての敵を一掃できると思うんだけど、まあ、エレンがブレードロール使ってもいいんだけど。なんかすげえ進んでんな。ちょっと待って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 、もうついちゃったよ。ちょっと待って。探索します。探索してきます。スパイラルチャージ覚えた。コスパはどうなんだろうね。1700か。総流派とどっちがいいか。宝箱がいっぱいだ。玄武の鎧、魚鱗、あ、ここも魚鱗あったっけ。魚鱗、こんないっぱい魚鱗入ったっけ。1000円。あとは左、こいつらぶっ倒して。スペキュレーションはやっぱり火力は出るよね。ボルネウス戦の陣形をどうするか、まあスペキュレーションでいくけど。で専用ラムか。よし、もうちょっと探索していきます。合成術テンペスト、敵をどこかへやってしまう合成術です。なんか説明がダサいよね。どこかへやってしまうって、まあ、これ後で聞けるんで。全然力の公約と力の公約か。よし、これで宝箱は全部回収したかな。ではボルネウス挑んでいきましょう。アビスゲート1つ目、すぐ閉じよう。来たな、アビスの力を知れ。で妖精総流派が5、スパイラルチャージが6か。総流派でもな、無双三段に8
転する可能性があるからちょっと総流派で行こう。で大北斗、ちょっと大くらい一回唱えとこう。ボストンどうする？これでいいや、探検。ボストン意外に使う技がないな。機械でもないけどね。でゾウさん、ゾウさんもない。ちょっと待って、意外に不安だな。いいや、疾風剣。あれ持ってくればよかった、火星の砂だっけ。地層を主張に変えられるんで、本命数の回復がなくなるんですよね。火力は申し分ない。やっぱり969だから、殴った方がいいんじゃね。スコールは問題なし、誰も食らわない。ゾウさん、待って、でもまあ1000当たるか。あの回復分は取り戻せるな。よし、こっから大木弾で巻き割りを覚えてくれればいいんだけど、ちょっと一回殴ろう。どれだけハサミで攻撃力が出るか。銀の手を装備してるからね、だからまあハサミ強いんですけど。1170、殴った方が絶対いいわ。落雷。エレンはねラバーソウル装備してた気がする。この999のね回復がちょっとやっぱり鬱陶しいんで、地層を変えて回復させないようにするっていうのもかなり。ファイヤークラッカーか、サザンクロスがいいけど、まあまあまあミカエルにしては火力が出る。てかファイヤークラッカーって絶対じゃなかったっけ、全体攻撃。踏みつけ、これはちょっとやばい。うわー、しかも妖精か。498、さすがだ。スコールは全く問題ない。あの LP 減るけど、あ減らない。死んでるから LP 減るかなって思ったけど、そうでもなかった。これはさすがによみがえらせる。ミカエルだな。高級傷薬で蹴散らない。158か。ここら辺ちょっとパワーヒール使って、もうミカエルはちょっとした回復薬になる。メイルストローム、これどうなる。お、かっけえ。やっつえ、やべえ。いやでも3人は攻撃しないと、ちょっとあいつの回復量が半端ないからな。持たせてねえエレン、仲間にしたばっかだから。ボストン、いやボストン攻撃だな。前衛3人はマジで頑張ってもらわないと。で、ちょっと待ってね、体力的に妖精には高級傷薬使いたいでしょう。エレンだな。ボストンはなんとなく現部モードだから残りそう。いや攻撃で死ぬのは勘弁してほしかった。ちょっとゾウもやばいね。高級傷薬2つくらい持ってくるべきだったか。とくばし1人2つの高級傷薬にすべきだったな。ちょっと1回ボストン高級傷薬をゾウに使うか。このパワーヒールはボストンかな。じゃあシャッタースタッフはもうさすがにもったいなさすぎる。全体回復するんだけどなくなるからね。これは本当に最終ボスの時に使う。ピンチになったら飛び込むとか。うわ強い。てか LP 大丈夫か、そもそも。え、ちょっと待って、あと高級傷薬持ってんの誰。3しかねえよ、こいつ持ってないでしょ。いや、誰
大福だけでも消費的に一番、あ、ポスト持ってるわ。こいつ2つ持ってたんだ。妖精呼び出せよ。でパワーヒール、ポストンかで疾風剣、ちょっと回復分しかダメージが与えられてないな。妖精とボストンが攻撃に入らないとかなりきつい。ナイス。うわ、この999が傷薬1個持ってんな。でヒットポイントは常にやっぱ高めに保っておきたいんで、ミカエルはもう毎回回復。スコール使ってくんねえかな。スコール使ってきてくれればマジで全員ダメージゼロだからね。あとちょっとエレンがミスりそうで怖い。暗闇になってるから。お、ミスったじゃん。よしよしよし、今回はかなり白いだな。このターンはまた生きてるか。でミカエルは勝手に回復してくれるから多少ダメージを食らったところでも、まあ、持ってけるは持ってける。でまたボストンか。あとは例によって技ポイントがなくなる前に蹴りをつけないとまずい。首つけ、これ絶対死ぬ。うわ、しかも妖精やっぱ、おお生きてる。ミスったか。ちょっとパワーヒールの回復量じゃ間に合わないかもしれないけど、あー倒した。いや強い、やっぱりフォルネウス強えわ。メールストローム1回しか使われなかったのがまあラッキーなのか、まあ、それほど頻繁には使ってこないのか。魚鱗があってこれだからな。魚鱗が揃ってなかったらマジできつかったな。たっけ、ようやく一つ目フォルネウス撃破、魔界高校っていうのか。これってもう左ブラックが元に戻ってますね。てかハーマンがブラックに戻ってんのか。でこのままブラックになったんで、ちょっと火力上げも兼ねてマクシムスの、マクシムスのイベントをやりますか。若さを取り戻せ。これさ、仲間になるごとにトロフィー獲得すんのかな。いやー辛かったな。これ村長さんなんか言ってくれっかな。あんまり気にしたことなかったけど、あ、下に入れなくなってる。ヴァンガードの操縦はお任せします。それだけかい。ではちょっと一回帰って大陸に、マキシムスイベントやりますか。ここは海の真ん中とか言われちったよ。あいつはなんでじゃああそこにいるんだよ。完全に仕事がないだろ。大陸へ行きます。それでは一旦パブに来てですね、まあ、情報を聞きます。赤サンゴは音階の特産品ですということで、まあ、赤サンゴといえばなんかノーラが言っていた、ノーラっていうかケーンの方か、親方が残した、まあ、遺言みたいなものですね。で今ブラックも仲間にいるので、この新郎教団のところに入って、興味のある方はどうぞ奥へということで入っていきましょう。勝手に進んでるな。本日はルートビッヒ軍団長がおいでになっておられます。ピドナでの新郎教団の活動に大きな力を与えることでしょう。さてちょっと待て、随分ヒゲと、うん、違う違う、髪とヒゲが伸びたが、その顔は忘れねえ。何がマクシムス様だ。貴様の名前はジャッカルだ。ジャッカルってあの海賊の。ジャッカルには数々の罪がある。捕らえて裁きにかけねばならん。しかし顔つきが似ているだけで捕まえることはできん。ジャッカル一味の証は赤いピアス。そして本人の腕には決して消えないジャッカルの入れ墨がある。腕を見せろ。失礼だが腕を見せていただけないかな。クソブラックめ、
き足みんなハイエナ。あれこいつ別に叩かなくていいのか。魚だな。なんでこんなところに魚がいるんだ。まあ、メストック、あファイヤークラッカーちょっと見てみるか。あそれは敵全体だよね。よしこれで一応全体攻撃はだいぶ揃ったね。まあ、道中の敵は例によって妖精に排除してもらおう。あれここ下行けるんだっけ。あそうだよね、マクシムスのアジト。こいつらもモンスターなんで、みんなで、なんかがあったような気もするけど、あこれあいつ、あいつゼラチナスマターじゃん。ゼロ効かない、全く効かない。うちの火力が。なんかがあったような気もするけど、ここではないか。ないね。てか何でもさ、ヘドロみたいなのがさ、こうローブ着て歩いてる上とかどうなってんだろう。一応部屋は覗いていこう。ここも、あ宝もここある。いっぱいいるな。ナッツのチョッキ、いる？万能薬、石化回復、こことかなんか なしか。クッ、みんな下半身しかない敵じゃねえかよ。大車輪もったいなーい。800オーラム、そろそろ金を使っていくか。新種、えこんなごついやつだったの。あー通らないな。なんか戦っていくのが面倒になってきた。それなりの敵と戦うからね、このイベントを進めていく上でも。やはりパーティーの強化は必要。それで街の中にこんだけモンスターいたらさ、もう完全制圧されんだろう。下へ下へ降りていって、ちょっと長いね。ここまでかな。え、先手取られる。やっぱスペキュレーションの戦闘は早いんだな。陣形乱されたらちょっと面倒だけど、逃げるか。むしろ面倒になるから逃げるのが得策だね。まあいいや、大したに使っちゃおう。ちょっとアルファイト、おいまたか。なんで下3人ばっかり。この動物系にめっちゃ効くんだけど、7倍が。あ、星屑のローブだ、やった。星屑のローブ、今みんなちょっと魚鱗系を装備しちゃってるから装備も見直さないとね。もうホルネス戦は終わったんだよ。ここ絶対もう怪しいでしょ。で宝箱があって、のあ魔女の瞳、ここでも手に入るんだ。でそこからここで宝箱、星屑のロ手に入れたんだけど、さっきモンスターが落としていったよ。
いいものなんだっけ。雷攻撃に強い。プロテクトスーツ。なんかこいつわけわかんねえの装備してるからね。妖精巨輪か。腰くず。玄武は30。魔法防御が10。魔法防御がちょっと弱いのか。水の攻撃をする。これさ、装備しとけばよかった。ポルネウス戦で。で、ボストンはもうロブスターメールだからちょっと無理でしょ。星屑にしておくか。あ、じゃあ、白虎の鎧になってるよ。いいや、こっちにしよう。ここはもう戦わないと無理か。基本的になんか動物系のキャラクターって防具の装備枠が一つ埋まっちゃうんだよね。まあ、一応それが特徴といえば特徴だけど、まあ良し悪しは、まあどうなんだろうね。まあ像に関してはね、両手持ちでも盾が使えるっていう、それはかなりでかいメリットだと思うけど、妖精に至ってはな、ちょっと飛んでるっていう属性がついちゃうからね。対飛行能力が来るとかなりのダメージを食らうし、もともと体力も低いし。あ、ここであれか、ボスか。固定敵荒ぶってんな、例によって。何をそんなあいつそわそわしてんだ。一応セーブしていく。お、近づいてきた。マジか。ただそわそわしてるだけ。セーブしようって思ったらさ、一旦ちょっと全体攻撃で排除しておこう。ファイヤークラッカーも使っちゃおう。これでなんか波崩しだったら倒せそうな気がするんだけど。あ、倒せない。あ、スカルクラッシュ言っちゃった、間違えた。ブレードロール使おうと思ったら、火炎結構暗い。弱っ、めっちゃ弱えな。やった、耐久レベル上がった。弱いくせに。で、フィードナ旧市街、新市街の方へ行った。ミューズさんが何か言ってくるかな。いねえし。どこ行った。あ、こっちじゃねえや。クソみたいなボロ屋に入ってしまった。お前には用はない。世話になった、ありがとうございました。とても元気になった。それは良かった。俺はちょっと今それどころじゃないんだよ。マクシムスを追っているんだ。誰かなんか情報くれたっけ。港へ行った。こっちも港へ行こう。で、リブロフへ行った。船は使わない、金がかかるから。あ、ここにあれが出てんじゃん、暗闇の迷宮。ちょっとこれさ、ほんとカーソル合わせるの難しいんだけど。これだね、まあ、ちょっと入るのは後にしよう。かなり気になるけど結構難しいらしいからね。え、ちょっと待って、そっからどこ行くんだっけ。リブロフへ行って、タチアナちゃんとかどうでもよくて、ラザイエフ家もどうでもよくて、ルートビッヒとかも関係なくて、え、パブで情報を聞くのかな。いや、神王の塔に行ってるんだけど、なんかちょっと分かりたいにしてる。家出したらどうでもいい。ちょっと上に行こう。神王教団、一応リブロフが近いのか、神王の塔に。だから結構情報が聞ける。まあいいや、
応そういう情報を聞いて神王の塔に行って、砂漠結構広いな。どこだ、ここか。入れません。こいつか。買いませんか。え、あ、買えた。で、神王の塔内部ということで、右側には行きます。てかローブ脱いでんじゃねえかよ。で、あとここ敵が出ない割には結構長いんで、ちょっとさささっとカットしていきます。では頂上にたどり着きましたので、こいつに話しかけましょう。お前たち教団のものではないな。だがよい、神王様は全ての人のために現れるのだ。さあお前たちも祈るがいい。マキシムスはどこだ。マキシムス、あいつならペドナにおるはずだが、やつの正体は海賊ジャッカルだ。海賊であろうが殺人者であろうが、悔い改めて神王様を待つ者は救われる。マキシムスが昔どんな名を持っていたとしても今は関係ない。やつは教団を隠れ蓑にして悪事を続けていた。貴様もやつとグーなのか。もしそれが本当なら裁きを受けさせるために出頭させよう。ドラゴンがいるんだよね。この塔はいただいたぞ、ティベリウス。マキシムスか。この塔は神王様のものだ。お前の自由にはできんぞ。神王だとそんなガキは必要ない。世界は俺様が支配してやる。集めた西洋異物とモンスターどもを使ってな。モンスターも集めた。やつはどこにいる。あのモンスターを倒さないとマキシムスを探すとこじゃない。マキシムスどっかで話してたんだ。上に行きましょう。さて対戦、ちょっと待って、どうしよう。一応雑魚系は一旦大車輪だけ発動させて、てかなんか回復していなかったわ。ちょっと技ポイントが減ったまんまだ。よし、弱い。一旦で倒せるわ、全く問題ないからね。次、え、こいつどうしよう。攻撃で行こう。何、槍が効かない。ヒートウェーブ、どんくらい食らった今。ちょっと全員のダメージ量が把握できなかったんだけど、妖精それなりに食らってんな。え、ちょっと攻撃力はある。ボストンが残ってればなんてことはない。結構ヒットポイントが上がった。あ、これもちょっと大車輪。ここはなんかちょっとした技使っていくか。こいつはハサミでいいや。一番コスパがいい。アクセルスナイパー、湿布剣使うか。大車輪で後ろのやつを、よし、 OKOKOK、 一発強打570とか。ああれ装備させてねえや。高級傷薬、ちょっと高級傷薬買わないとな。やはりこいつは結構強い。スネークショットでいいか。あー、普通に攻撃で150、そしてエレンミス。いい火力はしてるな、疾風剣。まだいけんな、ちょっともう一回だけ使おう。一回なんか寝たい気がするんだけど、これか。力の光量はいっぱいあるしね。ここのドラゴンだよな、総流派。フランシスカもちょっと
これといった火力が出ないからな。まあスネークショットだな。火炎これが強い。短期決戦でいかなくては。うわ999、どうする。一回スコールかけるか。地層変えよう。でシャッタースタッフを使うだけの余裕はない。もう一本持ってればなんか使っちゃってもいいんだけど、一本しかないからね。全部で3本くらいは手に入った気がするんだけど。変われ玄武に。ゼロ、いや構わん。かなり、よし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 。地層が変わっただけのだいぶ楽になる。誰だ、もう190とかあってもな。なんか火炎食らったら死んじゃうから妖精まず全回復させとこう。やばい、死ぬ。生きてる。138。もうみんな瀕死だ。次はボストンだな。いやゾウもかなり火力はいいぞ。そして玄武になったことによりなんか死んだけど回復するやつがいっぱいいる。スピキュレーションが発動している限りは妖精が先手取れるから、これでダメージを稼いでいこう。お、なんか覚えた。錬気剣、錬気症じゃなかった、錬気剣だった。まあまあまあダメージはねそれなり。これ見返る。死んだか。よし、ちょっとずつ回復していってる。っていうかさ、あれなんだよ、人が死ぬと陣形の効果が崩れなさそうだな。残るか別に。火炎まずい、まずい。次でこれで始末できないと終わる。強い、本当に強い。いやー倒した。マジでギリギリだった。総流派の極意を取得した。やった。錬気症も覚えたしな。錬気剣か。ここがいけるようになってんだよね。このまま階段を下って、これどういうあれになってんだ。あ、それでここに出るってことで、こっちは、あ、ここか。でこいつが敵なんだよ。ほら、よし、また一掃していこう。ちょっと、え、これ一回外出ても大丈夫だよね。なんか寝たい。電気剣ちょっと使っていこう。機械でもシャッタースタッフじゃなくてパワーヒールか。何気に役立つな、本当に。かなり重宝している。ちょっと傷薬を持ってきたい。あいつ復活しそうだな。まあいいや。あれ出て大丈夫。ちょっとセーブしとこう。ああ、まあ、いるか。やっぱり復活してるこいつ。てか今こいつ話しかけたのに。同じだな。錬気剣ちょっと極意覚えたい。エレンの方が早かったか。
車輪連機圏でほぼ全ての敵を倒せるでしょう。ちょっと技なんだっけ、もう一回確認する。1個か。稲妻キックいらねえな。探検ってなんか次覚えた気がするんだよな。スマッシュの見切りもいいや。凝視はあって損はないからね。結構使ってくる敵が多いから。ん、どこだ。ない。ない。ん、これ左行ける。ない。ここの塔の作りってさ、なんか無駄な構造が多いよね。こっち行ける？あ、行けないか。なんか本当に無駄な部屋がある。こいつ絶対的。あれ？でもウンディーネの偽物みたいなのがいいんだけど。これは普通に攻撃して、疾風剣使ってこう。弱っ。所詮はウンディーネのパチモンだ。名前すら見てない。あ、ここで。ああ、そういうことか。残っててくれ。仲間がどんどん減ってくシステムだったね。そういえば。戻れません。理由はわからない。あれ、エレベーターそのものってどこ？こことか違ったよね。別にエレベーター室ではない。ブラック残してさ、外出れんのかな。あ、ここか。これがエレベーターか。どういうシステムになってんだこれ。魔法の力かなんかで動いてんのかな。重力だから白虎の術かな。あ、あそこ行けるけど、またスイッチ系だっけ。最終的にミカエル一人になるときついんだけど。まあでもファイヤークラッカー覚えてるから、ある程度の。あれ戻ってきた。え、そんなことないか。ん、ちょっと待って、なんかわかんねえ。宝箱とかあったら回収しときたいからね。やっぱりこっちの部屋とかも見てみよう。え、どっから出てきた。こっち関係ない。で、ここから出てきた。で、ここは？どう来たんだ？こう登ってきて、こう来て、で、こっから入って左から出てきたんだ。そういうことか。いや、ほんと無駄だわ、この作り。あ、人がいなくなってるから。陣形が変わってる。ちょっと全員あるか、その全体攻撃は。あとは全体攻撃の質だね。もったいなかったな。妖精が残っている限りはちょっと大車輪妖精がやって、よろしくね、エレン。これがよくわからん。で、下に降りて、さっきの閉じられていたところが多分開いたのか。イベント起こるとしかも敵がいなくなるね。どっちだ。あー、なんか宝箱ある。取りて。簡単に取れる。生命の大元。どうだろうね、 LP 回復。寝ればすぐ回復できるし。上行ける？行けなさそうだな。どうなんだ。あったからこうやった。1000円。同志のローブ。どうなんだそれ。敵妖精
兵がいるからとりあえず大車輪を妖精に任せよう。こいつら、そういや最初の方に出てきた敵じゃん。なんか人数が減ってるから気を利かせて弱い敵を出してくれてんのかな。骨系にはやっぱ通らないね。突残は弾は通るけど逆に。宝箱、簡単なところに石化回復、石化すんのっていう。宝箱なんか今見つめてたよね。宝箱、高級傷薬、どっちこれ。あ、宝箱か。結構宝箱あるね。生命の杖、あーこれ回収してちょっと持ち物は見よう。絶対的にいらないやつ。同士のロールってどう。魔法防御それなりにあるか。ナッツのチョッキ、状態異常受けやすいとか、なんか本当いらねえな。隕石のかけらとか預けるべきだったな。生命の応答もいらないしな。パルシオンが完全にいらないか。パルシオン捨てよ。いや待って待って待って、なんか素材になったら嫌だしな。そうか、心の公約は1個しかないから1個使っちゃおう。妖精ちゃん、これで生命の杖。じゃあ最悪生命の杖1個シャッタースタッフを発動させても1個残るってわけだからね。ジャンプジャンプジャンプ。これさ、妖精だったとしても妖精落ちんのかね。なんでってなるよね。飛べよお前って。新種、うーん、こっち、どっち、どっちも怪しいんだけど。仲間がいるうちに宝を回収しよう。これはもうマジで強力なメンバーが乗ってかさ、これ分かれた敵じゃねえ、味方から復活してくるんじゃなかったっけ。ブラックが一番最初に来るの超いらねえんだけど。結界石やった。妖精ボストンど近くは、あ待って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 、行ってない。妖精大丈夫だよ、あいつ大車輪持ってっからなんとかなる。てかそれより宝箱回収できなかったっぽいな。まあいっか、今回はしょうがない。主人公8人いるからね、その時にどっかでうまくやればいいや。ちょっとボストン頼む、連機剣で一回誘惑してきた。機関、そんなやつは引き寄せてぶん殴る。カサグルマとかマジかよ。やべやべやべ、これ撤退しないとマジでやべ。撤退できるよね。ちょっと待て、ガチで死ぬかと思ったこんなところで。いや恐ろしいわ、人が少ないって怖い。自己死するマジで。じゃあなボストン、お前は仲間になることはないか。やるな、ここまでたどり着くとは大したやつだ。だがここで消えてもらうぞ、俺の邪魔をさせん。マクシムス、特にやることがないこいつは。ライトニングピアスしかないよ。そしたら防御しとけばよかったかな。あれ何ターンで来るんだっけ。ラックライトやばくね。やべやべやべ、来た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 けど、こいつ何つも仕込み杖しかない、バイキングアクスしかねえや。終わってんな。いやゴミだこの二人、これ弱いやつらから来るな。
だいぶ膨らんでいくか。骨砕きで160。そう、いやもうほんとロブスターと妖精頼みだったんだな、うちのメンツって。痛感している今、ハイパーハンマー使おう。それを痛感している今、疾風剣本当に動物頼みだったんだな。これスタンしなかったっけ、体落とし。やべ、ちょっと回復しよう。よし、妖精か。ロブスターが来てほしかったけど、いやいや、妖精とロブスターが来てほしかった。フルメンバーで戦わなければかなり厳しい。スパイラルチャージにするか。体落とし、ダメージ食らいすぎでしょう。てかマクシムスなかなかやるな。あ、全然なかなかやらなかったわ。あ、これそっか、こっからが本番か。マクシムスがこれ本当はね、火力が高ければこれになる前に倒せるけどね、ちょっと俺の火力がしょぼすぎる。残像でいこう。ちょっと数を減らすことをまず大前提にするか。だからこの状態になる前にどれだけマキシムスのヒットポイントを減らせられるか。欲を言えばもう倒しきりたいっていう。83%、それなり食らうよな。いや、敵に厳しい戦いだ。かなりシャドウボルト、あー死んだかもしんねえ。死んだミカエルが残像剣全然しょぼすぎる。高級傷薬をブラックに持たせてないからな。待って、絶対妖精は死なせたくない。ブラックは死んでもいいや。おー、いや持つな。ってことは疾風剣で大車輪、やばい。なんで死体蹴りしてんの。それはそれで全然いいけどさ。いや強えぞ。いや、なんだマジでスタン今更。ちょっと待ってよ、これ本当に待って。で、ゾウが高級傷薬でエレンを回復させよう。ロブスターがいないのがマジで痛い。芸道家やばい、よかった。ちょっと待って、大丈夫よ LP 本当に。ゼロ、よし OK、 結構助かったな。よし、見切った。なんか知んないけどブラックがマジで戦力外。どうする、高級傷薬、いや使っちゃおう。ゾウさん結構ヒットポイントがあるから盾役にはなる。死ぬなよ。よし、生きてる。この大車輪でなんとか倒してもらいたい。1匹か。ただもうそうすると他の3人もクラック効かないでしょ。これ効かないよね。いて、やばいやばいやばい。ちょっとマジで妖精ちゃんはマジでうちの要だからな。エレンの攻撃をちょっとなしにしてでも妖精は回復をさせておく。クラック強えな。これで3人倒れるだろう。1人かよ。妖精回復。いや本当に弱えわ。ブラックと
なんだろう。で、高級傷薬をやっぱ使おう、回復しよう自分を。で、疾風剣で上を倒す。確実に大車輪使うか。いや、総流派ゲファインドステアとかガチでゴミカスなんだけど。ブラックこれ多分栄光の杖だよね。マクシムスが使ってんの。落雷は効かない。よし、ミスってんじゃねえよマジで。疾風剣マクシムスにやってほしかったな。ただこれでだいぶ楽になったね。まだちょっと自分たちの戦力弱いか。よし、 OK。 いやー苦労するわ本当に。上がるね。西洋遺物、黒幕を追って、栄光の杖、マスカレード、西洋の槍、七星剣、魔王の斧。よしよし、 OKOKOK って言って、ちょっともうあの多分倉庫に入ってるんで倉庫から取り出してこよう。でピトナに行って、あと開発しているやつを回収していきましょう。いらないものは預ける。まず預けよう。生命の杖は一応持っておく。動詞のローブ、要求力いらない。魔女の瞳も預けとく。白光の鎧とかどうする、持っとく。ナッツのジョッキーなんで魚鱗もいいや。ちょっともう魚鱗系はいいや。隕石のかけら、戦をこれ売っちゃっていいんだよね。大元もまあいらない。なんか預けちゃったら分かんねえ。なんか持ってこいって言われたら、要は引き出してくればいいから。で引き出す武器、魔王のやつとかちょっとまだいいや。西洋のやりでしょ。マスカレードもいらない正直。栄光の杖ってどうなの、何覚えるんだっけ。魔王の斧の攻撃力だけ見ると強いよなやっぱり。であと七星剣、よしこれで。まず妖精アーメントゥームから西洋の槍37、よし攻撃力アップ。でゾウさんも白銀から七星剣、よし呼吸傷薬を装備させておく。ってか傷薬がもういらないね。エレンも呼吸傷薬。ポストン使ったっけ、使ってない。そもそも戦闘に来てなかったからな。よし OK。 であとピトナの開発しているものを引き出してこよう。で戦力的にはかなり上がったはずなんで捕まってしまった。あとはちょっとしたサブイベントをちょこちょここなして、最後にアビスゲートをまとめて閉じていきますか。アスガードと死の指使わないけどね。あとなんかタダで開発できるやつ、あ強化道具、武闘器が必要です、持っているようですね。誰かの武闘器が絶対盗まれた、誰だ。ボストンか。装備できるものがねえや、もういいやちょっと。で武器はグラディウス、イビルアイ、クリスナーガ。グラディウスってなんか必要だったっけ。では開発に取り掛かりましょう。 OK。 なんか怖いよねこれ、持ってるとさ勝手に奪ってくるからね。というわけで、まあ、四魔貴族のホルネウスを倒して、西洋遺物も結構回収したので、まあ戦いは正直きついわね、きついけど、またこっちの戦力も上がってるんで、まあ、次回以降はまたイベントの方をこなしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。